Thank you.
Thank you.
いろんなところでやってる時と違ってギターリストならではの曲をすごくやっている感じなんですけど、1曲目のじゃあ紹介を篠野さんが持ってきた曲です、はい、そうでしてもらえる、はいはい、1曲目はですねマックタフという曲です、ね、あれ前何か話したかな、マックってあのマックそうそうそうパソコンのマックそう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 、これパッド・マルティーノっていうそのまあすんごいギタリストがいて、まだ来てます、全然来てます、今度来ますね、まだ来るの、すごいね、なんか日本に来て公開講座みたいなやる人です、コットンクラブかなんかで、もう一時期ちょっと記憶喪失になってしまったんですけど、どうやら復活して自分がギタリストってことを知って自分の CD をめちゃめちゃ買ってきてしまったらしいですよ、記憶喪失で自分がギタリストっていうことも忘れてた、忘れちゃったの、お父さんの名前ぐらいしかいなかった、事故とかやっていや突然だと、じゃあなんかそういう病気で、でもそれだけどそこが復活した、復活しちゃったんですよ、でこの病気になるけど、あその曲マックタフで、ね、そのマックを使って彼は作曲をしたらしいんですけど、なかなかうまくいかない、なんかうまくいかないなって言ってしょぼくれてたらしいんですけど、しょぼくれてても自分がこんなに疲れてるのにマックのパソコンだけはピッカピカしてて、もう元気よく光ってるからこの野郎と思ってマックは強いなと、でマックタフに感じたよね、その時の情報、見たものだよね、はい、自分もこんなにタフになろうっていう、そうですね、弱ってる時に、はい、それで書いてくる、彼はどっちかというと印象派なんですね、印象派、印象派、なるほどね、そういうイメージですけど、でもタフな感じがしますよね、ね、うん、まあ、曲、はい、でございました、はい、ギタリストでしたね、曲でしたね、ギタリストでした、はい、で、2曲目は春ということで、ね、なんかご紹介の機構ですけど、春ということで、春の曲をなんか入れたいなと思って、持ってきた曲なんですが、やる曲は、秋蓮太郎さんの花です。花、ね、皆さん知ってるかな。で、うちらは普通にはやりません。ね、普通にはやりません。いや、実はね、なんか、2つアレンジしてて、ね、5拍子の曲と、おさどばの曲として2つアレンジしてたんですよ。で、5拍子の曲を最初やってたんですけど、よし、次回から5拍子はっていうことで、今回は花のおさどばバージョンでお届けしたいと思います。5拍子はまた違う曲、機会の時に、はい、ね、やりましょう、絶対ね。まあね、もう、まあ、本当は5拍子でも全然できるんです。全然余裕で、余裕なんですけど。余裕か、余裕か。3人は余裕だっす。ちょっとあえてね。あえて。ということにしときます。ということで、では、花滝蓮太郎さんで、イメージしてるものがどういう感じで変わってるか、まあ、コードとかも多少変わってるんですけど、そのボサノババージョンでお届けしたいと思います。Thank you.
この曲はそんなにコードが少ないんでね。うんうん、でしょうね。クリアな感じで、まあ、日本の曲だからね、まあ、フワフワしてるイメージを作りたくて、うん、なんか落ち着かないように作りました。こういうとこですか。バイナーに行くとこ、こういうとこ好き。政治上のからでもこうメンバーに好きなになってもらうのはすごいありがたいので、ね、私としては嬉しいんですけど、まあ、そうなんだ、ね、さて、あの知ってる曲第2弾ということは、まあ星に願いをですね、これバラードでお届けすることが多いんですけど、今回は選曲上結構こうなんていうのかな、スイングがないんですけど、ということなんで、これスイング急遽この曲大丈夫？大丈夫ですか？風？風なんですよね。あ、知らないですね。僕ね、先々週ぐらい声が全く出なくなって、あ、本当に？あ、風の後遺症か、あの、そう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 、ひだめちゃってるからいいじゃん、うん、そうなんです、それがちょっと長引いてしまって、咳するって歌ってる、あ、ありがとうございます。よく演奏しててね、咳にまた気違うの、あ、もうね、あ、そうです、今大丈夫だよね、うん、私たちは絶対無理です、あ、絶対ダメですよ、俺普通にくしゃみする、うん、全然できるよ、できるできる、すごいね、普通にくしゃみする、まあ、そんな感じでしょう、なんですけど、まあ、なんか曲で研究してた曲があって、うん、でももう鼻がムズムズも目もかゆくて、うん、で、だから、あ、わかりました、あれ、どこやった危ないやつ、ね、あるあるですね、でもしょうがないから、うん、まあ、ピエノとデュオだったんですけど、うん、ごめん、まあ、一泊ずっと休み、いや、もう聞いてから入るんで、ピアノの人がしっかりやってくれてね、こう聞いてると吐く見失うよね、うん、ね、いや、そうなんです、小拍子、斜め拍子とか返事拍子がありますね、まあ、次の曲は返事拍子ではなく普通のスイングでミディアムでスイングでお届けしたいと思いますので、知ってる曲だと思います。あ、2曲続けてお届けしちゃおうかなと思います。はい、これ今3曲目で、4曲目はこれ新藤さんも来てくれる、はい、I wish I knew、 ね、I wish I knew で令和のもハリーボールかな、ミュージックが、そうですね、その下が消える、これ何の映画なの、ダイヤモンドホースルーラです、何そのもやもや、これ何て言うのか分かんない、英語得意な人後で教えてください。ダイヤモンドほらほらほら、ホースルー、ホースルー、ホなんでしょ、なんで、ほんとあの、見ていただくと分かります、うん、あとそう言いたくなります、そうそうそう、まあ、なんか映画音楽ということで、うん、もしかしたら古い映画音楽だから知ってる人はいるかも、あ、ビリーローズ、ローゼス、ビリーローゼス、フロンドリーローゼス、どっちかわかんない、よくわかんない、ね、まあまあ、じゃあ後で調べようとしまう、まあ、そんなわけで、あの、スタンダードナンバーですね、いわゆるジャズスタンダードナンバーの2曲をお届けしたいと思います。聞きやすいと思います。ジャズスタンダードナンバーに。じゃあ、こっち先に。あ、そうだ、待って。いいですね。Thank you.
は楽しいですね、うん、はい、うん、じゃあ次はバラ Thank you.
あの金曜日にまた雨降るらしい。そうですね。ゴールデンウィーク中に晴れるといいですよね。ね、はい、あのそうだそうだ。皆さん、あのジャズをあまりこう初めて聞いたとか、あまり聞かないとかいらっしゃると思うんですけど、うん、あなんかメロディーはわかるけど、次何やるのみたいな、よく、生徒さんとかでもよく言われるんですけど、うんうん、ちょっとだけ説明したいと思います。はいはいはい、こういうなんかリードシートって言われてるものなんですよ。あのメロディーないんですね。全部メロディーで。で、ここになんかコードがこう細かく書いてあると思うんですけど、これを元にアドリブをしている感じなんですよ。だからあの、よくあんなにね、いっぱいアドリブして、踏めくりとか大丈夫なんですかとか言うことがあるんですけど、踏めくりとかなくて、クラシックとかはあるんですよ。ジャズはこの1曲の中で、この半分焼き、半分ね、の中で、こう、いろいろコードに沿ってアドリブしているんですけれども、ただ、この2人はコード無視して弾き出すおい、そっちがよ、いや失礼しました。いやいやただね、あれ今どこ弾いてんのみたいな。なりますよね、いや、絶対どっかしらって戻るんで、うん、サビの頭とか、そうそうそう、まあ、あの、なんかね、スタンドの曲って8888って32、うん、A が8、また A が8、B がサビが8、でまあ、A が8っていうのがほとんどなんですけど、だからもうぐちゃーってやってもどっかしらのその8の単位でどっかしらで戻ってくるから、ちゃんとね、あの元のコード進行が流れてます。そう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 。そのまで崩してるから。そう目的地は一緒なんですよね。そうそうそう。目的地は一緒なんだけど、たまにちょっとこのまま行くともう道が見えちゃってるから、ちょっと寄り道して戻ろうみたいな感じ。そうそうね。こうバッキング伴奏してるときは、こうなんかソリストの知らないところを開いてあげたい的なところですよね。普段だって。普通に淡々とやってるとカラオケと一緒だから、じゃなくて、なんか、あ、なんかすげえことやってるな、お、なんか、あ、なんか、あ、出てきた、出てきた、あ、あ、っていう。あ、そう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 。寄り道なわけです。そう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 。こんな道もあるんじゃないみたいな。そうそうそう。あ、まじそんな道あんのみたいな。っていう会話をなんか してたりするかな。なんかこう、ギター弾いてるからすぐ反応して、いいよなと思って。まあ、ハムでやっぱ分かりやすいじゃん。分かりやすいじゃん。今日はまさかのなんかちょっと被っちゃった感じで、そうそうそう、まあ、ガンかぶりじゃないけどね。うん、弦の種類が違う。そう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 。うん、どっちかしらなんか、なんだっけ、セミアコないね。ここ今ないね。あ、セミアコね、前は。これ、そうそう、これ違うか。これ違うのかな。それレスポール。レスポールですね。なんかギターの店だからギターのね、あの、オーナーさんもギタリストなので。でもこれなんてすごいよね、ギターとベースがくっついてるね。ベースが後ろになってるの。そうそう、私後ろ見てて、何これって思って。すごいなって、ね。そうそう。まあその中でいろいろな、なんか曲をお届けしましたけども、うん、ファーストステージ、最後の曲ですね。早くも。早くもね、ファーストステージ。で、いろんな、あれこれ、これじゃん。うん、いろんなギターがいっぱいあるねっていうところから、ちょっと私は。その何をやるかをちょっと、ね、広げたいと思いまして、あの作曲の方は私が大好きな、お二人とも嫌いな人は絶対いないんで、あのギタリストだったら、ま、嫌いって言ってる人いないよね、この人も。そうね、まあ、素晴らしい、素晴らしい、あのまだご健在で、あの何1年に1回ぐらいは日本にやっぱ来て演奏している人なんですけど、私の大好きなパッド目線にこうちょっとやろうかな。なんかパトムスの曲は絶対一曲は入れていいのね。そうだね、うん、なんかそうかも。あ、そうだ、今回1年もね、去年から初めて、そう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 、トリオで始めて、で、なんかいろんな曲やってきたけど、必ず一曲パットメッセージの曲入れてる。そうだね、いや、なんか今日はね、パットメッセージパット割れていいのかな。そう、本当だ、パットばっかりだね。パットばっかりだね。そう、しかも2人ともギタリストなんですけど、ね、その曲、その人の曲のあのこの人はもういろんな曲、そういうような、まあ、ジャズの曲も書いてあるんですけど、これぞパッドメセニーの曲みたいな感じだよね。そうだね、これぞメセニー節が出てる曲っていうので、もう昼間に爽やかな曲で合うよね。合う、ね、草原に書き巡るよ。そうそうそう、フォークソング、これなんだ、シャープ1って書いてあるんだけど、ナンバーワンなのかな、2も3もあるのかしら。でも
も題名はなんかトゥーフォークソング。そう、トゥーって書いてあるのね。あの YouTube とかに上がってる。2とか3とかないもんね、フォークソングもね。なんか修正してるのね。かな、わかんないですけど。いやもう、あのこの人のライブを聞きに行くと必ず芸能人がいるから、あのびっくりするんですけど、私が一番びっくりしたのは博士さんですよね。あの国際フォーラムで、あのこの人のライブやった初めて、あのジャズ間もない、習って間もない時にパッドメセニっていう素晴らしい人がいるからって言って連れてってもらって、ああなんてすごい人なんだと思って、あの曲の一番最後の曲で、あのあ終わりますっていう時に、まあ、あの人クラシック出身じゃん、うん、だからいち早くみんなでいち早くブラボーって立ち上がったのね。あブラボー野郎がいるって思って、あブラボー野郎って言うんですよそういう人本当にそういう言葉があって、いやーあれ誰だよと思って、後ろ姿を撮って、あの後ろ姿のシルエットみたいな。マジで？で、合わせたのさ。ブラボーはないね。ないでしょ。びっくりしちゃったと思うけど。でもそういう方も好きな人ってことね。別にそういろんなクラシック界からも、ロック界からも、ね。まあ、ましてやジャズ界からも、もう尊敬されて、いろんな人がもうね、興味をもう従っている人で、あまり捕まらない人らしい。それはそうだよ。売り切れちゃって、そのぐらいの人です。もう、どうだろうね。でも演奏は若々しい。てか本人も若々しい。必ず今は違うけど、ボーダーの今日ボーダーいないね。ボーダーいないね。そうそう、ボーダーの曲で、あ、今ボーダーの服で。ボーダーの曲で。それでは聞いてください。ボーダーの曲で。ボーダーの服で、あとライブすることが常連だったんで昔ね。そうです。あ、違うけどね。来たかな。じゃあ、あのファーストステージ、爽やかな曲でお届けしたいと思います。Thank you.
ただきたいと思います。ありがとうございます。すごい爽やかじゃないこれ。爽やかだね。それさ、すごいレアだよ、多分。だってもう聞けないじゃん、なんか。いや、
なのと思う人は唯一無二の人で、いろいろね、今までのスイング時代の人たちは唯一無二の人たくさんいますけど、この人はね、スイングではないんですよ。ちょっとこう、スイング、なんて言えばいいんだろう、このね、この彼の音楽としか言えないっていうか、ちょっとロック要素が入ってる、スウェーデンのピアノトリオの人。ね、EST っていうピアノトリオが、そのままのね、スウェーデン、スウェーデン、スウェーデンソントリオ。言えないんだよ、これ。はい、というわけで、すごく、素敵な曲を1曲目にやろうと思いますので、はい、ね、
んか終わりたいけど終わりたい時があるからね。終わってほしいよって。いやそういうこうなんか全然今までと系統がやっぱ違うなと思われると思いますね。なんか単調なの単調だと思ったけど実はメジャーみたいな。なんか面白い曲あんまりピアノの人でこういう曲しかっていうの珍しくない？ああ、ね、確かにロックっぽいしね。ロックっぽいよね。うん、そうね、生きてたら多分それこそパッドメッセージです。あ、この前さっきやったパッドメッセージでさ、この人も共演したりとかしてるから、ガンガン日本に来てたかもしれないですね。生きてたらね。はい。ということで、今度は皆さん聞きやすいところ。なんかあ、そうそうするっていう曲からちょっと聞きやすい曲に変えますので。私が大好きな、まだこの人もご健在で、バリバリ日本にあんまり来ないのがちょっと悔しいというか、ちょっとね、来てほしいんですけど、昔は来てたらしいです。ほら、マダラオジャズとか、あそういうの、富士ジャー、富士ジャーもないんだけど、そういう盛んな時かな。ね、大丈夫大丈夫です。今の多分、50代ぐらいの方たちが若い時に、熱中をしてたなんかジャズフェスとかいっぱいあるんですけど、そういう時には来てたと思うんですけど、こういったね、日本好きでしょ。だって結構サムライっていう曲が、ね、っていう曲も書いてるよね。スティービーワンダー、そう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 、ね、で、ジャバンっていう人です。あのブラジル人で、今ね68歳です。68歳元気で、でなんかあの先日、昨日、一昨日、ポール・マッカートニーさんが来てましたね。うん、来てましたね。この人に憧れて音楽を始めたそうです。へ、そうなんです。こういう人にも影響してるんですね、ポール・マッカートニーさん。すごい。なんか、ミュージシャンの中も何人かいっぱい行ってましたね。これどうかも。うん、なんかね、そのフェイスブックに行きました。すごい良かったですみたいな。ね、二人も行ってないでしょ。行ってないね。ね。まあ、そのジャパンの方が書いた、帯っていう曲をやったんですけど、これね、あまり曲のポルトガル語だと思うんですけど、出てこなかったんですよね、曲の意味が。なんでしょうね、これね。わかんねえな。もしかして、うん、日本語好きって言ったでしょ。うん、帯？帯？だかもしれない。いやー、かな、かもね。ね、うん、だって侍って書いちゃう曲だよね。まあね。そのまま帯って書いても、ね、うん、書きそうじゃない。へー、あー確かにね。ちょっと分かんない、ね、まあでもなんかすごいブラジルのリズムがすごくよく出てて、なんかサンバって書いてあるのと違いますから、はいはいはい、それをおさらばでお届けしたいと思います。すごい聞きやすいと思います。Thank you.
中でずっと裏でこう吹くところあるじゃん、うんうん、それがなんかこういうっぽくなる、あ長い感じの、相当長いこと裏で吹いてる、そうだね、うん、それはそうかなーなんて思いながら私は吹いてましたけど、まさかのこの今日シェイカーを忘れちゃって、うん、やったけど軽かったね、あー、中身が違うとね、物によるよね、そうそうそう、もうちょっと重い方がいいなぁなんて思いながら、ね、はい、それではボサノバでお届けします。ボサノバは分かんなくてもやっぱリズムに乗りやすいもん、うん、心地いいよね、なんかこうジャズって多分1,2,3,4裏で取っていかなきゃいけないから、うん、なんかあまりこう聞かない人はどこが頭なのかなって多分思っちゃうと思うんですけど、ブラジルはほとんどの曲が頭で取れるから、うん、乗りやすいね、日本人に合うっていう、うんうん、なんかもう演歌っぽい、なんだっけ、ブラックオンフィールドです、うんうん、演歌っぽい、日本の演歌に通じるようなそうそうこれ、ボサノバですよね、そういつもこうやって楽しませてくれるなんか、なんだっけ、流しみたいになってたけど流しになるね、そうそう、なんか単調ね、こういう曲ってやっぱりブラジルの曲も演歌っぽく聞こえちゃうもんね、そうだね、やりようによってもそうだね、やりようによってもちゃんとやらないとなんか変な感じになっちゃう、そうそうそう、危険だったりするけどね、それでは結構前半は新藤さんが持ってきた曲を、ね、ね、今度は天心さんが持ってきた曲を1曲入れたいんですけど、はい、私は初見に近い感じなんです、 MC バトンタッチします、わかりました、はい、これは実を言うと自分も1回もやったことがなくて、ただこの前違うミュージシャンといろんな曲やりましょうって言って持ち寄ったら、これなんかいろんな曲をありすぎて、この曲は結局できなかったんです、でせっかくだからやってみようかなみたいな、このメンバーだと面白くなるんじゃないかなと思って持ってきたんですけど、これタイトルが何て言うんですか、リバーバークワイ、またもやっと噛んでた QUAY、 クワイカバーなど変わらないけど、何ですかね、これもパッドメッセージの曲で、うん、あ、さっき前半でも、そうそう、最後にやった曲がバトメセリンですけど、これは比較、前半の最後にやったバトメセリンさんは初期の頃のメセリンの曲なんですけど、これって比較的新しい方が多分4、5年くらい前、全然曲層が違うもんね、できたのは多分、まあこう同じ人が書いてもその人がなんかいろんなものを経験していろいろ変わってくるよね、あとガラッと変わる人もいる、ねえ、ね、どうしたの、何があったのって大丈夫っていう人とか、ね、あと、ね、今まで、うん、あ、まあ、メスミもそうですけど結構この綺麗なハーモニーのが多いのに一曲だけさ、ずっとノイズみたいなアルバムあるじゃん、あ、わかんない、パッと見せに、なんかフリーっぽい、そう、あるよね、あるある、どうしたのみたいな、そうそうそう、でもやっぱりそういうのもね、面白いですよね、作曲と思いきやオーケストリアンつってね、あー出た、あれね、なんかホールでなんていうの、機械自分で作ってこういうドラムとかなんかいろんななど機械仕掛けみたいな感じにしてギターとなんか連動してるのかな、ね、いやどうなんだろうね、連動してるのしてないのかな、あれ別になんかそれで鳴らして全部の楽器を鳴らしてるんだけど、さすがにそうじゃないとね、なんかどっかの多分ないと、なんていうの、その A メロ、B メロだとしたら B メロでリズムを変えるときだけ踏んで変える、うん、ただじゃないのかな、多分じゃあもう完全な機械と、そう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 、ギター一本で、ね、これプログラミングされてるらしいね、あ、そうですよね、うん、そうしないとね、らしいよ的な感じでまだ全然ネタが、なんていうの、みんな知らない、わかんないんだよね、聞いた聞いた聞いた、アトリホールで聞いて、あ、ほんとアトリホールで聞いたんですけど、なんかギター工場たちが前に行ってみんなカメラ撮ってたけどそのどうなってんのかなってみんなに分かんないぐらい、すごいよね、そういう一人でこと足りってやっちゃうっていうか、孤立したこと、そうそうそう、私なんかあれ見たりすると友達いないのかなと思っちゃうけど
完全にないじゃん。いないと思う。いないとかな。少ないと思う。少ないやろね。こだわりすぎて。だって普通にドラムと何弦楽器とか入れればできちゃうじゃん。うん、それ一人でやろうとするから、ね。そうだね。友達がいないと予算がないから。予算がない。メッセージはね、そんなことない。店員さんのリハーサルはめちゃくちゃ厳しいらしいんで、なんかあのね、僕やっぱそれ CD 聞いたんですよ。あんま音良くなくない、うん、やっぱね、パッと目線にギターはいいんですけど、そうそう、あなんかね、シンバルとかすごいうるさいの、シーンって音が。ああいうのは生で聞いた方がいい。まあそうだよね、まあ、機械がやることね。そうそう、機械、本当に機械のって、うん、でもみんなやったことない、今までやったことないからみんなすごいって盛り上がるんですよ。5年ぐらい前だったかな。ではじゃあそんなパトメスミーさんのリバー加えたてかな、あとで調べますでそのThank you.
ど何のキーか全然わかんないですね。チーで終わるけど、うん、全然違うよ ね。何だろうね、こういう曲なんで書けるんだろう、それでも自然に聞こえるかそうだね。そう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 、うん、こういう曲はすごいなと思って。ね、ヘンジさんとかは結構エグいの持ってくるから、いやいやとか言って、いやいやって。じゃあお待たせしました、これが放置されてるので。おお、重いね、重いね、ハルトフェルです。しかも皆さんが知ってる曲です。あのこれもまた春だから持ってきた曲なんですけど、うん、You Must Be in Spring っていう曲を演奏したいと思いますが、ミシェル・ルブルですね、うん、のフランス映画ロシュフォールの恋人たちです、うん、これね、に使われた、挿入歌ということで、ミシェル・ルブルなんていっぱいいろんなシルブールがまさに一番有名なのかな。そうですね、うん、でも2番目ぐらいに有名かな。どうだろうね、うん、分かんないけど、ね、これリハしてなかったんですか。あ、途中から入る。Thank you.
Thank you.
あの、はけてったボーカルがこうやってもう、ああ、そうか、今日はけられたけどね。すごいね、そんな小ネタもあるんだね。そうなんです、関西人に伝えられました。なんかね、パーカッションっていうかドラムの人ってなってて、この前さ、あの、なんか MC でさ、どうしようどうしようって言ってひたすらトコトコトコってやるのね、これね、バチにこう、この辺に世話しないからさ、早く決めなきゃとか思うのよ。これだとちょっとこう、いいね、ニコニコするから、かわいいね。なんだっけ。もうこれやってもいいですね。ああ、いや、誰誰誰やってなかったの、私、あれ曲もそうだよね、そうだね。じゃあ、皆さんに挙手制を、アンコール挙手制ってすごいね。ね、いいと思うよ。スイングの、ガイ、あ、スイング4分の3、モサノバ。3つね。スイング4分の3のジャズワルツか。で、モサノバ。拍手の数です。あ、そうね、拍手の数。ね。じゃあ、普通のスイングがいい人は。さっきね、スイングやってたから。あ、そうか。4分の3のジャズワルツがいい人。あ、いいね。あ、おっと、おっと、おっと、じゃあ、ボサノバがいい人。いや、普通のポップス。あ、ポップスか、ポップスか。いや、でもなんか4分の3が多く。あ、そうだね、そうだね。これもじゃあ、皆さん、皆さん知ってる曲でしょうか。ディズニーはせっかくだから。やる感じでしょ。ちょっと待って。あ、大丈夫。じゃあ。